国境を示す日本区位日本区位は、京都府南山城村と三重県伊賀市の境界にある、石の標柱である。江戸時代に、境界確定の記念に建立されたものが発祥で、現存するものは明治時代に建てられた。原独国営図制作事業において、山城国北小河原村と伊賀国島が原村の間の国境争いの後、幕府の裁定で決まった国境に建てられ、 ジュゼ東伊賀国、ジュゼ西山城国の文字が刻まれている。江戸時代には木の杭だったが、1886年に振動が開かれた際に石中に作り直され、ジュゼ東伊賀国は新道沿いに作られた。2003年に三重県からの補助金で、ジュゼ西山城国の隣に、ジュゼ東伊賀国が再現された。1 6 9七年、江戸幕府は拡大に、 国江図の作成を命じた。伊賀国は東道藩、山城国は淀藩が担当した。幕府は国境線を一本に確定することを求め、当事者である住民同士でまず解決することとしたが、この地は両村の住民、田畑、山林が混在状態であり、これまで特に問題視されていなかったため難しかった。東道藩と淀藩の間で、 たびたび接衝が進められたが双方を譲らず、1698年に幕府の表情書で採決することとなった。県知の現地調査の結果、大河原村の主張する川谷川原、島ヶ原村が主張する浅子川原ともに国境とは認められず、県市により妥協定となる場所が国境として提示された。これをもとに再強絵図が作成され、1700年に交付された。 日本杭の北大河原村川にある今山地区は伊賀山と呼ばれていたが、これより、今、山と称されるようになった。山城国江図にも、今山の記載がある。日本歴七名体系、島が原村の子、南山城村村村資本文編、P317、南山城村村村資本文編、ピアニッシ二百276から287、伊賀市、 第2巻ピアニッシュも437-448今山区の歩み P23 山城国図国立国会図書館デジタルコレクションありがとうございます